はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はパズドラセルケット降臨バステトで攻略していきたいと思います。愛も変わらずフレンドにバステトがいないので、今回は、仮面ライダーさんお借りしております。で、仮面ライダーさんのスキルが、全パラメータ 1.5 倍のスキル使用時攻撃力が3倍、コンボ4コンボ以上でダメージ軽減しつつ攻撃力が上がるといった感じなので、まあバステトと似てるんじゃないかなと思っております。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあやっていきましょう。まずお相手さん、最初不動の守護、こいつはどうだろうな、防御力がまあまあ硬いっちゃ硬いんですけど、どうだろう、エドワードだったら普通にね突破できるくらいなんですが、まあこっちどうだろうな、間違えたね、2コンボ分無駄にした、スキル使ってなくてダメですね。これスキル使わないと全然火力出ないですね。バーステ、あー貴族性がないですねまずったな。どうだろうな、これ貴族性がないから、これといったら、なんでそういう動きをした僕なんやばい、ちょっとお見苦しいパズルをお見せしております。こいつで確かね、4ターン目5ターン目くらい目までは基本攻撃してこなかった気がするので、スキル使うの忘れたやべえやばい、ちょっと今日グダグダだぞ。いやガンガンもつながっとる、まあ、結構落としが1個できたけど突破できない。ここで倒さなかったらちょっと痛いんだよね、痛いというか多分死ぬね。まあとりあえずちまちまでしたけども倒せはしたということで、まあ倒せるでしょう。ここで僕がパズルを見せらなければ倒せるでしょう。 OK、 これでいいでしょう。ちょっとね、まだこっちのタイプに慣れてないというか、普段エドワードさんの方はかなり操作時間があるんで、どうしようかな。これ非属性吸収だろ、ロビーフットだけなんで、スキル使わないとお互い火力があんまり出ないんだよね。一応とりあえずはスキル使って、お邪魔ドロップがね1個でも消えたら本当にお邪魔が なるところでしたけど、まあ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 問題なし。 OK、まあいいでしょう。キドロップで攻撃する、火は吸収入ってるんで OKOK。 さあ順調順調、23フラメショックソード、あらまーバステトさん、あなた耐性ないのね。コットンが確か一列消しでバインド回復持ってるので、これでバインド回復しましょう。ちょっと気が多すぎるな、ちょっと気が多すぎるな。まあいいか、 OK、 こいつも突破。さてと次4フラメ、中ボスではないけど、まあ真ん中というかちょうど半分ですね。キドロップもあるので普通に突破しましょい。OKOKOK、 7コンボ、とりあえずキドロップがあればいいんだが、しかしさあ5フロア目、ニャンタックル、お邪魔を作られる。仮面ライダーはあれだね、操作時間2倍になるスキルだったので、これ最後の方だな、最後に思いっきりパズルをしよう。時間が足りねえ全然時間が足りないです僕。突破 OK、 ギリギリだな、なんだろう、そんなに火力出ないのか。あこいつめんどくさいやつです。どうだろう、これどれくらいダメージ出るかな。そういえばあ水しくじったな、わーい Why Japanese people?懐かしいね。キドロップがない、で全くダメージが通らない、スキル使うと
ほとんどダメージが通らないと。かといってスキル使わないと逆に全然通らないんじゃないかっていう、もういいややめとろよ、そんな感じがするんですが、いかがかなと。気も落ちてこない。あ、副属性でそんだけ、あらららららら、そういえばこいつそんな技してきたな。この爆弾ドロップはまあまあめんどくさいです。ちゃんと消せなかった時大ダメージ受けるんで促進につながりますよ。ゴコンボ、ごめんどくさいな。まあ吸収じゃないだけマシなんですが、ここで時間かけたくないんだよ。ボス簡単なんですよ。ワンパンできるんですよ多分。自信なくなったけど、どうだろうなこれ。 あと1個下にしとけば火属性の落としが狙えた。落ちてこなかったけど、半分いった。でスタイルチェンジ、属性が変化したので、あ、火属性吸収。ロビンフットを右の方に入れてたのがちょっとこれあれだね、ダメですね。左の方だったらあの他のやつらの攻撃になんとかなったりするんですけど、オッケー、4つ消し含めて。どうだ、倒すには至らずと。ここら辺になるとね、吸収がじわじわ効いてくるんですがな。おー、かなり落ちてしまったな。これうーわめんどくせえ。これで2つにならなければいい。 OKOK か OK なのか。まあ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 、4つ消しでなんとかなるでしょう。いやいや、これはな、爆弾ドロップはお邪魔ドロップ体制でなんとかできるんですけど、バステトさんでお邪魔ドロップとかの体制を完璧にするっていうのは難しくてですね。 OK、 ボスですね、セルゲートさん。簡単です。最初の 75% 激減されますが、あのスキル使ってうんちゃらかんちゃらしてでもう簡単です。で、ソニア2色盤面、ね、OK、 盤面で10コンボ近く作っていきたいところではあるが、盤面9コンボが限界ですね。これは OK、 盤面9コンボでフィニッシュ。オッケー、セルケトさんはそんなに難しくない、途中の雑魚がめんどくさいといった感じですかね。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。